私の名前はパニコ。25歳で会社員をしています。3ヶ月前に同じ年のヒルヤと結婚をして、新婚ほやほやラブラブの毎日です。夫は就職のために実家を出て祖母のキヨさんの家で暮らしていましたが、結婚を機に祖母の家を出て私と一緒に暮らすことになりました。私たちは結婚式を挙げず入籍しただけだったので、私はヒロヤの祖母、つまり私にとって大姑にあたる人とは話をしたことがなかったんです。でも私たちが暮らしている家と大姑の家が近いということもあり、結婚して初めて迎える正月は大姑の家で過ごそうということになりました。そんな年末、12月30日になってすでに仕事納めをしていた私の携帯に突然電話がかかってきました。もしもし、電話に出るのが遅い、すぐに出なさい。え、どなたですか？まあ失礼な、夫の祖母の声もわからないの？え、あ、ちょ、おばあ様、すみません、お話しさせていただくの初めてだったので。あ、はじめまして、パニコです。どうされましたか？どうされましたじゃないでしょう。普通はそっちから正月の計画の電話くらいするでしょうが。え、すみません、計画って？おせちの計画に決まってるでしょう。たくわからずやね。おせちは10人分ですからね。え、10人分、そんなに？市販のは使わないでちょうだいね。全部手作りするのよ。ちょっと待ってください。おせちの計画って、もしかして私が10人分手作りするんですか？あら、少なくて作りがいがないかしら。無理ですって、そんな無茶な。今から10人前のおせちなんて絶対に無理です。問答無用よ。1日の朝8時までには持ってきてちょうだい。そんな無理に決まってるじゃないですか。黙らしちゃい。とにかくちゃんとしたおせちを持ってきなさいよ。いいわね？夫曰く、ばあちゃんはとっても上品で穏やかな人ってことだったのに、全然違うじゃん。途方に暮れてしまった私はすぐに夫に助けを求めました。ヘルプミー。どうした？おばあさまがおせちを作って元旦に持ってこいって。ばあちゃんが？ははあ、なるほどな。それで昨日しつこくパニコの電話番号教えろって言ったのか。勝手に教えないでよ。だってパニコと話したいって言われたからさ。あ、まあでもばあちゃん優しい人だったろ。はあ、なんか聞いてたのと全然違ったんだけど。きっとばあちゃんは早くパニコに会いたくてたまんないんだよ。いやー、なんかそうじゃない気がする。いびりたくてたまらないって感じだったけど。ばあちゃんはそんなことしないよ。どんなに前向きに考えてみてもそうじゃない気がするんだけど、言葉の端々に意地悪してやろうって意図が満載っていうか、優しさのかけらもなかったけど。パニコは手厳しいな。ばあちゃんも寂しいんだよきっと。俺が嫁さんは料理上手だって言ったらさ、パニコの手料理食べてみたいって言ってたぞ。おせち作り明日俺も手伝うからさ。ありがとう。じゃあ買い物行ってこよっかな。10人分。俺とパニコでばあちゃんを喜ばせてやろうな。わかったわ。まあちょっと言い方が気になったけど、私の勘違いだったのかも。考えすぎかな。私はそうポジティブに考えておせちの材料を買いに行ったんです。そして翌日の大晦日、夫も仕事から帰ってきてすぐに手伝ってくれたので、なんとか10人前のおせちが完成。夫は正月も仕事なので終わり次第合流するということになっていました。しかし家にいたのは大姑、夫の叔父の和也さん、その息子の武さんの3人だけ。てっきり親戚一同が会するのかと思いきや、この3人しかいなかったんです。明けましておめでとうございますって。これだけですか？10人分だって言うから昨日一生懸命作ったのに。10人分？あら、やだ、3人分だって言ったのに。そんな、おばあさま確かに10人分だって私はそんなこと言ってませんよ。
でも、どうしても私のせいにするってわけね。年寄りだからってそんな扱い、ひどい。おい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 。お中止めはわざとらしく泣くそぶりをし始めました。でも、全然涙は出てません。和也さんとたけしさんは、そんな私とお中止めのやりとりを面白そうに笑いながら見ていました。ついて早々こんな状態でしたから、私は不安で不安でたまりませんでした。ヒロヤ、早く来てくれないかな。そんなことを考えていると、お中止めは次々に私に用事を言いつけてきました。キッチンに山積みになっている食器を洗えだの、布団を干せだの、玄関の靴を揃えろだの、米を研げだの、お中止めからの命令はとどまることを知らず、言われるがままに働き、座る暇もありませんでした。そんな私の傍らで、三人はおせちを食べながら大笑い。くぬー、なんで私がこんな目に。そして、ふとおせちを見ると、なんと半分以上も減っています。言いつけられた仕事が一通り終わったので、私は三人が座っているテーブルの端っこの方に座りました。そういえば、私も朝から何も食べてなかったな。お腹すいた。どれどれ、こんなに減ってるんだから、さぞかし美味しいんだね。そう思って、おせちに手を伸ばしたんですが、いきなり大重ためにパシッと手を弾かれたのです。鬼の形相で、大重ためが私を睨みつけています。こら、この泥棒猫め。嫁が初日から手をつけるな。え？嫁は座るんじゃない。お前はお客様じゃないんだよ。おじたちはニヤニヤしています。食わない方がいいぜ。だってさ、これ激まずい。え？これがおせちだって言って持ってくるんだから、まあ大した玉だね。お前はこれがおせちかい。舌がどうかしてんじゃないのか。この黒豆なんて甘みが全然足りないわ。でもそれは口応えするんじゃないよ。すみません、私はもう悲しくて泣き出しそうになりました。初めて会った大重止めにここまでコケにされるなんて。私が下を向いて涙をこらえているのが分かっているのに、大重止めはさらに上から私を潰しにかかってきました。こんなもの食えって言うなんて、お前は鬼か。でも半分以上減ってますけど。黙れ黙れ、私がまずいって言ったらまずいんだよ。ああ、おばあちゃんに逆らった。お前地獄行きだわ。こいつ頭おかしいわけ。食うもんないから食ってやってんのにわかんねえのかよ。パニック調子乗ってんじゃないよ。お前みたいな女と結婚してヒロヤは不幸者だよ。そんなヒロヤに言っといてやるからね。え？私を年寄りでもうろくしたって散々コケにしたこと。そんな、私そんなこと一言も言ってない。家に来て散々私を顎で使って仕事をさせたこと。それは私がさせられたことじゃないですか。顎で使われたのは私です。こんなどうでもいいおせちを作ってきて無理やり食わされたこと。ひどい。さあ、これで正月早々離婚だね。これであの子は戻ってきてくれるよ。むほははは。魔女のようなその笑い声に恐怖を感じました。このままでは本当に離婚に追いやられてしまう。どうしよう。そう思っていると、心配してくれた夫から電話がかかってきたのです。信じてくれないと思いつつ、正直に全ての事情を話しました。そしてもう帰りたいと言うと、夫はもうすぐ行くからもうちょっと頑張れって言うんです。簡単に引き下がるなと帰ることを許してくれません。私を信じる、私が感じたことは正しいことだって言ってくれたんです。言いたいことを言っていいと。そして夫からもある話を聞きました。よし、それならあの魔女と金魚の糞二人、まとめて懲らしめてやる。私はヒロヤを信じて、大重止めとの対決を心に決めました。そして、涙を拭って、客間に戻ったんです。まずは一生懸命作ったおせちを、勝手にむしゃむしゃ食べ始めました。
れ、私の話を聞いてなかったのか。嫁は、あー美味しい、さすが私、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。ああやだやだ、年は取りたくないですね。美味しいものも美味しくなくなっちゃうなんてかわいそうな。大姑は真っ赤になって怒っています。和也さんとたけしさんはぎょっとしていました。お前の舌は貧乏舌なんだよ、こんな貧乏料理は私には合わん。私舌には結構自信あるんですよ。舌までお年を召してるのおばあさまの方じゃないんですか。こんな料理全然なっとらん。じゃあどうダメだったのか教えてもらえます。わかるんですよね、舌が肥えたおばあさまなら。どこがどうダメなんですか。私はわざわざ煽ってやったんです。スマホでこっそり動画撮影してますからね。カズの子は硬くて食べられたもんじゃない。あんたの歯がボロボロだからでしょ。ナマスは味が全然しない。上品な味付けもわからんのかい。縦巻きはパッサパサ、おばあさまのお肌みたいにね。はぁ、やば、熱い声に出ちゃった。パニック。おっとっと、ついつい心の声が口から飛び出しちゃいました。そんな興奮すると血圧上がっちゃいますよ。どんどん味もわからなくなっちゃうんじゃないですか。ほらほら、冷静に冷静に。きーこんな私をコケにしやがって。あー美味しい、この黒豆なんてもう最高。嫁は食うなって言ってるだろう。この黒豆どこがまずいんです。お前はそんなこともわからんのかい。苦が足りてなくて硬い、しかも味も全然染みとらん。ほうほう、こんな石ころみたいなもん黒豆とは言わん。お前は嫁失格だ。離婚させてやる。ひろやを返せ。悪かったね、石ころみたいなの食わせて。そうだよ、まるで石だよ。こんなもん出して悪かったで済まされると。おや、どうして。ここでひろやが仕事を終えてようやく駆けつけてきてくれました。どうやら今までのやりとりはある程度聞いていたようで、顔を真っ赤にして怒っている様子。仕事終わってきたんだよ。あわ。大姑は明らかに気が動転している様子で、あたふたしていました。バニコが来てるのに俺が来ないわけないだろ。でおせちが何？いやー、パニコが。ん？パニコちゃんは若いでしょ。だからそのおせちの味を教えようとね。え、ほほ、すぐに離婚させるんだってさ。ほほ、離婚ね。余計なこと言わなくてよろしい。ヒロや、目を覚ましてちょうだい。この家に戻ってきてちょうだい。ばあちゃん。あんたはばあちゃん子だろ。追い先短い私を見捨てるのかい。パニコも、パニコさんも一緒でいいから戻ってきておくれ。ヒロや、母さんのためにも俺からも頼むよ。あら、おじさん、そういえばいましたね。急におじの和也さんがキャラ変してきましたよ。なあ、ごめんな、パニコくん。母と息子がとんだ無礼をした。相手が嫁でも自分が悪い時には謝るんだよ、母さん。ごめんなさい。これで一件落着だ。ヒロや、こっちに戻ってきてくれるよね。何この茶番劇、無理です。だよな、俺ももう無理だし。ここは和解の流れでしょうが、空気読みなさいよ。私は反省してる。フリーね、演技下手すぎてつまんない。パニコくん、そんなこと言わずに許してやってくれよ。あんた一番演技下手。いびられてる私見てニヤニヤしてたくせにヒーローぶるとか、一番いらないパターンだから。隣でガタガタ震えてる息子みたいにちょっと黙っててくれる。父さんに聞いたよ、母さんにも、ばあちゃんの本当の人柄と目的を聞いた。何を聞いたって言うんだよ。私はあんたを可愛がって面倒見てたじゃないか。
俺が可愛くて居候させてたんじゃなくて金目当てだったんだろ。俺働いて随分金入れてたもんな、ばあちゃんに。違う、私は可愛い孫がそばにいてほしいだけなんだよ。月10万以上渡しても足りないって言われて、俺バイトまでしてたよな。うわ、えげつな。それじゃお金目当てってバレバレだし。だって私の年金だけじゃ贅沢するのに足りなかったんだよ。お前はどうせ若いし、ちょっとくらい無理したってどうにかなるだろうが、金もよこさないやつをどうして面倒見るんだい。ああ、言っちゃった。金だよ金、うちに戻ってきて金を入れろ。なあヒロヤ、あの時みたいに暮らすんだよ。ばあちゃん大好きだろ。ばあちゃん、俺愛するパニコを泣かせる人は嫌いだ。え？俺の黒豆を侮辱する人もな。黒豆って？黒豆は俺が作ったんだよ、パニコに教えてもらってな。あれはヒロヤが。激まずで悪かったな。私はとっても美味しかったよ。残りは帰って二人で食べよう。うん、さすが料亭の娘。え？料亭？はい、私高級料亭の娘なんです。小さい頃から料理人の両親に日本料理を教え込まれているんで自信あったんですけどね。おばあ様には高級料亭の味が分かってもらえなかったみたいで残念です。ひしし。話が違うじゃないかよ。計画は失敗だな。ちょ、おい、引きこもりは黙ってろ。二人ともお願いだからここにいておくれ。私たちを養っておくれ。これを機会に夫と私は祖母と縁を切りました。大姑と叔父は共にギャンブルで多額の借金を抱えており、どうやらヒロヤを私から取り戻し前のように金を巻き上げようとしていたとのこと。ヒロヤは離れて暮らす両親からそのことを聞き、私と一緒に仕返ししようとしていたのでした。息子のたけしもまた引きこもりでネットゲームで課金しまくり、その金額が数百万円に上るとのこと。それが支払えず今回の計画に参加したとのことでした。でもヒロヤに見捨てられ、3人は家も財産も全て手放したようで、ボロアパートで大姑の年金だけを頼りに極貧生活に転落したそうです。私は撮影した動画を義両親に転送、親戚一同からもソース缶状態になったとのことでした。一時はどうなるかと思いましたが、夫が私を信じてくれたおかげで悪者を一斉に退治することができました。私はというと、夫が黒豆作りの猛特訓をしているので味見させられまくっています。体重2キロ増、幸せ太り真っ最中です。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。